はい、どうも直樹です、今日はですね、第32回開国志士の国家資格の問題を解いていきたいと思います。で、僕はすでにね、開国志士の国家資格を持ってまして、で、当時の点数は、81点だったんですよね。で、もうあれからね、もう1年が経ちまして、で、果たして僕はどれくらいの点数が取れるのかっていうのを今から検証していきたいと思います。で、もう実際の形式っていうのは午前中と午後に分かれていまして、で、それに分けてやるんですよね。で、今回はこれね、じゃん、午後とね、午前ね、一気にね、これまとめましたので、これで やっていきたいと思います。はい。で、問題は125問あるんですよね、合計で。で、基準っていうのは年々変わるんですよね。はい。で、標準基準っていうのは75点なんですよ。で、第32回の点数行ってみましたら、77点だったんですよね。はい。なので、今回は77点を目標にね、頑張っていきたいと思います。それでは今からね、タイムプラスでお送りしますので、ぜひね、ご覧ください。ではね、頑張っていきたいと思います。頑張るぞ。はい、やっとね、この問題が解き終わったので、今からですね、丸付けをねしたいと思います。はい、今ね、点数をねつけ終えました。で、点数をつけてみたんですけど、僕の点数は54点。マジか、難しかったね。難しいっていうね、噂ね、聞いてましたから、難しかったでしょうね、みんなね。で、これ社会の2回ね、この12問あるんですけど、12問うちのたった1問しか当たってませんでした。ね、やっぱりね、その壁が大きいですね、本当にね。ちゃんと勉強してればね、もっとね、点数ね、いけたんですけど、今回は勉強なしでやったもんですから、ちょっとね、もう何でしょうね、僕の実力不足ですね、本当にね。ね、はい、ということで今回は、開国志士国家試験の問題を解いてみましたね。本当は勉強していればね、もっと点数が、ね、いけましたので、ね、ちゃんとね、復習をねしたいと思ってます。はい、ご視聴ありがとうございました。よかったらね、チャンネル登録、高評価、あとねコメントもね待ってますので、ぜひねお願いします。あとね、通知をねオンにねおろしておいてください。はい、ぜひねお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。では、じゃあね。